Radio Barry. Barry. 76.4 FM. イザスプレゼンツ。アイズワン、本田仁美のワールドゲッチュー。皆さんこんばんは。アイズワンの本田仁美です。イザスプレゼンツ。アイズワン、本田仁美のワールドゲッチュー。今日も始まりました。先日、14日月曜日ですね。東京流通センターでハイタッチ会があったんですけど、その時にたくさんの方にお誕生日おめでとうっていう風にお祝いしていただけて、本当にすごく嬉しかったです。なんかこうやっておめでとうとか、なんか祝ってもらえる言葉って本当に何回言われても嬉しいもんなんだなっていうのを改めて実感しました。ね、皆さんにいつもメッセージとかもこの番組で送っていただくんですけど、すべては読み切ることができないけど、でもちゃんと見てるので、そうですね、お返事は直接口ではできないかもしれないけど、いつも読ませていただいています。これからもたくさんメッセージ待ってます。いつもありがとう。さあ今日もスタートです。この番組では栃木から海外へ留学経験のある若い人たちや、海外から日本栃木に留学やお仕事で来ている若い人たちをピックアップ、その経験談や夢悩みなどをご紹介し、栃木と世界の若者をつないでいきます。この後9時45分まで15分間お付き合いください。今日のオープニングはじゃあこの曲にしよっかな。アイズワンでひまわり。この曲の歌い出しは私なんですけど、そうですね、レコーディングの時はすごく大変でしたね。結構音程が高いので声出すのとかすごい大変だったりしたんですけど、でもみんなにすごい可愛いっていう風に褒めてもらえて、それですごく嬉しいです。大好きな曲なので皆さんもたくさん聴いてください。お送りした曲はアイズワンでひまわりでした。目指すプレゼンツ、アイズワン本田仁美のワールドゲッチュー。この番組は地域に根ざし強くつながるために、目指すホールディングスの提供でお送りします。ネザスプレゼンツ、アイズワン本田仁美のワールドゲッチュー。今回は先週に引き続き、ペルーに留学した大学生高橋みのりさんのお話をお送りします。先週は留学のきっかけや不安だったことなどをお聞きしましたが、今回は留学する前と後で変わったことをお聞きしました。もちろん語学力、スペイン語学力は圧倒的に留学前と留学後とじゃ全然違うと思います。あとは実際ペルーという国に行って、そこでの文化とか習慣とかへの適応能力ですね。もうザ・ペルー人っていうのにこう私もなりきってこう頑張ったので、すごいそういう力はついたかなって思いますね。あとは何でしょう、危機管理能力ですね。この先に何が起こるかなとかっていう、そういうことをこう予測しながら自分の身を守るっていう力がついたと思います。ペルー結構何事にも結構ルーズなので、まあ海外って結構そういう傾向多いと思うんですけど、私もこう早めに早めにやっていかないと、予定の日までに書類が出来上がらなかったり、ビザの紙が出来上がらなかったりするので、そういうこう自分をこう守る力というか危機管理能力はすごいついたなって自分で思いますね。スペイン語がだいぶ話せるようになったそうです。また現地での文化や習慣など適応能力がついたと感じたそうです。それから先のことを考えたりして危機管理能力もついたそうです。なんか危機管理能力って聞くとすごいかっこいいなっていう風に思いますね。先々のこと考えるのって私もよくあるんですけどね、どんなことが起こるかわからないから、いろんなことをね考えながら行動するのって本当に大事だなっていう風に思うし、なんか未来のこと考えるのって楽しいですよね。うん、だから私もよくやったりしてます。最後にみのりさんの将来の夢、そして私への質問などもお聞きしました。スペイン語とか英語とかを使って仕事をする、職に就きたいなって思います。すごいアバウトな考え方なんですけれども、もうちょっと絞って言うと、日本に来た外国人
大人の方とか子供とかにもこう日本語を教えていきたいなって思います。あとはもう本当に実際に海外に行ってそこで見つけたこう日本にルーツのある子供たちに、日本語を教えるっていうのもすごく楽しくて魅力的な仕事なんじゃないかなってインターンシップを経験して思います。はい、ひーちゃんに質問です。土日関係なく仕事をしてると思うのですが、仕事モード、プライベートモードっていうのその切り替えっていうのはあったりしますか？ぜひ教えてください。スペイン語や英語を使った仕事をしたいそうです。インターンシップで誰かに教えるという経験をして言葉を教える仕事に魅力を感じたそうです。いろんな世界に行ってね、日本語を教えたいっていうのは本当にすごいなっていうふうに思います。でも教えるっていうのはね、本当に言葉を教えるのってすごい難しいなっていうのを韓国で生活していたりこうメンバーと生活していてもあってね、だから本当にすごい挑戦だなっていうふうに、いい夢だなっていうのを思います。そして私への質問でありましたが、仕事モード、プライベートモードの切り替えとかってありますか？ということで、でも割と結構私は仕事の時もプライベートの時もなんか決めたことはちゃんときちっとしたいなっていう風に思うので、なんだろうな、お仕事ない時は本当に自分を休めるだから例えば私結構お化粧したりすることも多いんですけど、そういうのもまあしないで、お化粧しないで、あとコンタクトも私すっごいいつもつけてるんですけど、最近新しいメガネも買ったのでなるべく目を休めたり、そういう皮膚を休めたり、まあ、とりあえず私は決めたことはきちっとやるっていうのはもう仕事もプライベートも一緒なんですけど、そういう自分を休めるっていう点では切り替えてるかもしれないです。はい、2週にわたってみのりさんのペルー留学の体験談をお聞きしました。それではここで聞いてください。今回は茨城県にお住まいのノジェムさんからのリクエストです。アイズワンで好きになっちゃうだろう。ノジェムさんからメッセージも届いてるので紹介したいと思います。ひーちゃんこんばんは。前にひーちゃんに面接で緊張しない方法を教えてもらったものです。わ、求めるありがとうございます。ひーちゃんにもらったアドバイスと応援メッセージを聞いて頑張った結果、無事に大学に合格することができました。わー、おめでとうございます。おー、本当にありがとうございます。一番早くに伝えたかったです。本当は直接言えたらよかったのですが、ハイタッチ会に当たらなかったのでここで報告させてもらいました。ひーちゃんのおかげで自信を持って面接ができました。いつか直接報告させてくださいということで、わー、おめでとうございます。でも本当によかったですね。私自身もすごい嬉しいです。今回メッセージでももちろん聞くことできましたけど、ぜひ直接ね、聞いてみたいので、次の機会があったら待っています。本当におめでとうございます。目指すプレゼンツ。アイズワン、本田ひとみのワールド月中。あっという間にエンディングのお時間です。今日も皆さんからたくさんのメッセージ届いています。那須塩原市にお住まいのミュウさん21歳からです。お、初メールみたいです。ひーちゃんこんばんは。初めてメールを送ります。ありがとうございます。新曲ヴァンパイアとカップリングのラブバブル、どちらも聞きました。私は特にラブバブルが大好きです。そこでひーちゃんに質問があります。他のラジオ番組でレコーディングが難しかったと言っていましたが、どの辺が難しかったのか教えていただけると幸いです。そうですね、ラブバブルは、そうなんですよ、日本語じゃなくて歌詞が韓国語なのですごい苦戦しましたね。私は発音はもちろんなんですけど、この曲の歌い出し私なんですけど、サビの部分はすごい音程も高いんですけど、最初ってすっごい私にとっては低くて、だからその低い音程の中で難しい発音もありつつ、そして音程も低い、だからすっごいもう歌いにくかったです。そこの部分は結構そこには時間かかりましたね。はい、今日も皆さんたくさんのメールありがとうございました。この番組では実際に留学などで海外に出た若者の皆さんを募集しています。
ぜひ夢や悩み、海外の経験談などを聞かせてください。もちろん私に聞きたいことや質問なんかも大歓迎です。目指すプレゼンツ、アイズワン本田瞳のワールドゲッチューのメッセージフォームから送ってください。最後にお知らせです。26日土曜日でですね、愛知県の愛知スカイエキスポで私たちのハイタッチ会があります。ぜひぜひ楽しみにしていてください。私もとっても楽しみです。またひつまぶし食べられるかなということで、今週もお付き合いいただきありがとうございました。私とはまた来週です。バイバーイ。目指すプレゼンツ、アイズワン本田瞳のワールドゲッチュー。この番組は地域に根ざし強くつながるために、目指すホールディングスの提供でお送りしました。